うなばし野菜の米田です。いつも野菜ご注文いただきまして、ありがとうございます。今日は、オクラのご紹介です。えー、田中農園様の、えー、平城グリーンっていう、えー、オクラのご紹介です。平城グリーンっていうのは、平城ってあの、平城京のあの、平城平らにしろって書く、平城グリーンというふうな品種です。で、なんであの、平城グリーンっていうか、奈良県が発祥の品種っていうことですね。 でなんかここに、まあ、面白い形でついてるんですけどこんな形で、えー、5本ほど入ってますで5本入った形で、えー、150円ですねの、えー、金額になりますで今日はえー、っとできるだけ酢の味をお伝えしたいなと思うんでまあ、えー、生で食べるのと、えー、このゆでもうゆでてあるんですけどゆでて食べるのをちょっと比べたいなと思いますであの えー、そのまま味を今見、えー、たいあのお伝えしたいって、えー、言ったように、えー、あれですねあの、まあ、下処理いわゆるヘタを取ったりとかあとはその先切ったりとかあの塩もみしたりとかあのそういうことしないで茹でたもう完全に、まあ、大体1分半とか2分ぐらい茹でたものになりますんでそれをちょっと食べてみたいなと思います。 でこれはあの平常グリーンっていうのはすごい柔らかくて、まあ、よっぽど大きくならないか、まあ、あのオクラって大きくなるとどんどん硬くなっていくんですけどよっぽど大きくならない限りまり、あ、柔らかいままで、えー、食べることができるっていう、えー、品種になりますでもちろん生でもいけますし茹でてもおいしくお召し上がりいただけるという感じですねじゃまず生でいただきたいと思いますわわわしていて 香りが最高ですね。オクラのちょっと臭い感じで最高です。いただきます。うん。うん。おクラのネバネバした感じが、うん。最高に美味しいです。旨味があって、泡あしくて、あ、味は濃いですね。 うん最高ですまあオクラってあのえっ、ー、とデトックス作用とかもあって成長作用があるんであの、まあ、特に生で食べるとえー、健康に良かったりしますはいでそれから茹でたものですねこれも本当に下処理全然しないでそのまま完全に1分半 2分弱ぐらいですかね茹でた感じになりますあなんかあの枝豆じゃないですけどあのおいしいこうなんでしょう野菜を茹でたような香りがしますいただきますうんうんうんあ僕は茹でた方が好きですかねうんうん この青おしい感じがより増える感じであもちろんあの生でももちろんおいしいですしサラダにもいけるっていうことなんですけど茹でるとこうなんて言うんでしょうより味が濃くなるっていうんですかねとかこのふわっとこう何て言うんでしょううまみがこうあふれる感じがしていいかもしれないですうんうん最高です 田中農園様の、えー、平常グリーンオクラ、えー、お気軽にお買い求めやするように5本で150円で、えー、販売開始してますのでよろしくお願いします。